ラム代表の牧野と申します。ディレクターの伊藤裕樹です。よろしくお願いします。黒木です。よろしくお願いします。吉田麻也です。よろしくお願いします。桑名です。よろしくお願いいたします。じゃじゃん。お店の単価はおいくらですか？で、そことスタッフの教育っていうのはどういうふうにつながっていますか？はい。で、ちょっと前のツイッターを見させていただいたんですけど、1人のお客様から18万でしたっけ？はい。っていうのがどういうことなんだろうなっていう。本当に思いますよね。うちのレギュラーサロンの客単価は大体3万ぐらいになってると思います、はいはい、で、僕個人で行くと8万ぐらいが今ですか？参加になってるかな。ただ東京店はご新規ばっかりなんで、今させていただく方は、はい、まあ、ご新規で僕ご指名いただく方ってのはもうほとんどそのストレートパーマのやり直しばっかりですね、はい、あとはブリーチの難しいパターンとかなんで、なんでまあ必然的に必要ってことないんですけど、それぐらいの、本当に時間でいくと長い方で 7,8 時間かかることもあるし、そう本当にもう最近もあったんですけど、まあ、2、3週間前にストレートパーマして根元からビビリのになって何とかしてくださいみたいなお客様で、でもやっぱり思ってることをすごい最初はやっぱり 3、40分ぐらいお話になられて、まあ、それずっと聞かせていただいた上で、まあ、できることできる可能性あることを できないかもしれないことをお伝えした上で、かつ僕たちはきっとこれに今日半日お使いするので無料金叩かないとできないんですけど、それでもトライされるかどうかっていう、まあ、ジャッジをしてもらってのはやります、やれるってことなので、まあ、やられるんだったら僕は全力でうまくいく方法を考えてやりますっていう感じですかね。もともと僕ブリーチ好きだったんですよ。でブリーチをコンテストでやっぱ必要だからブリーチをやってて、でブリーチはちょっと自分は得意でお客様でブリーチすることが多くなって、でブリーチするとやっぱり髪質が悪くなるじゃないですか、はい、特に昔だったら、でそうなるとストレートパーマ当てないといけない、でブリーチしたからステートパーマって当てれない、どうするんだろうっていうのをずっと自分なりに研究したら、あこのぐらいのブリーチもだったらパーマステートパーマ当てれるんだねっていうところにたどり着いて、で今も黒木式っていうのをさせていただいたりしてるんですけど、としたらその失敗した毛髪縮れてしまったやつとかももしかしたらいけんじゃないかなっていうのをいくつかやったらやっぱりいけたんで、いくつか その成功するパターンはあったの でそれも何度かさせていただくお客様がやっぱりあって、本当に美容師さんがちょっと今黒木さん失敗しちゃって今から送り込んでいいですかみたいな方も結構あって、そういう方のお手伝いとかしてたら気づいたらもう新規のお客さんもほとんどそれになっちゃってっていう、さっきその教育っていう話してたと思うんですけど、自分たちがやってるのをもう間近で見て覚えてもらうみたいな、あそうです、ね、はい、今の美容界をどのように改革されるでしょうか、ご自身のサロンも他サロンのことも含めて教えていただきたいなと思います。でアルバムがその日本一になりたい理由っていうのも、あっこの美容室行ってるから私大丈夫って思ってほしいからアルバムをやっぱ日本一の美容室にしたいなっていうイメージだと、うん、まあ、ブランド品と一緒ですね。エルメス買ってるから大丈夫とか、なんか私イケてるっていう風な美容室にしたいっていうのがアルバムの中であって、あこれじゃあ今マリアさんがやってることに乗っかるのめっちゃいいわと思ってこの3年間頑張らさせていただいている状態 で指名料金上げていって、で下の子も成長するし僕らのブランドもちゃんと上げれるし、で僕ら自身が何て言ったらいいですかね、お店の中で価値がそれぞれ違うサロンを作っていく、お店の 中だけで作っていけて、でじゃあ教育が上から下に全部落とせるし、ちゃんとした明確な上から下が決まるんで教育が全部一貫できるというか、だから本当になんかあこの人に教わったらいいんだとかっていうのもやっぱすごいお店の中で今あって、お前はこいつから教わった方がお前のためになるとか、だから指名料金が上にあって売り上げがある人がちゃんとその下のベンチマークしてるのが、だからベンチマークしてるのがお店の中にあるっていう感じなんですよ。こういう接客した方がいい、こういう風な売り方をした方がいい、こういう風にストーリー上げなさいとか、だからそれをまず店の中から改革していって、まあ、それが全国展開していくってイメージですね。全国展開していくことによってじゃあやっぱ美容師の価値っていうのが、まあ、そこで給料やっぱベースがやっぱいいじゃないですか、うん、じゃあそのベースがいい状態でじゃあこういう美容室が普通なんやっていう風にしていきたいっていうのは頭の中であるんですよ。指名料金自分の価値は自分で決める、でお客様はその指名料金に高いなじゃなくて安心感と
自分がどんだけその練習して、自分自身がどんだけお客さんに費やして、自分自身が美容に費やした時間っていうのがその指名料金やと僕は思ってるので、だからそれを全国で作っていきたいっていうのがありますね。なるほど、はい、牧野さんはそのフロントの方としてどういうふうに考えておられるか、はい、まあ、僕はバックのつもりなんですけど、僕は、ね、そうですか、美容業界を改革しようっていう大それた考えは正直、まあ、悲しい悪いかもないっていう、そういうよりももう自分のところで精一杯でして、うん、でも僕の会社の理念っていうのは、まあ、お客様第一主義でみんな幸せにということで、僕は本当自分の会社をしっかり、やってみんなを幸せにすることってどういうことかっていうと、結局美容室経営って、仲間集めだと思うんですよ、うん、で僕は結構ドライでシステムで勝つ仕組みを作ってたつもりなんですけども、仲間がやっぱりなかなか集まらないし抜けていっちゃう、うん、そんなところ穴を埋めてるのが伊藤さんで、まあ、すごくそこは助かってるというか、はい、でなんで僕は自分の会社美容師が入ってきてうちで夢を叶えれる会社にすれば、うん、まあ、みんな幸せになる、うん、結果業界も幸せになる、うん、で思ってそれ業界のことはね頭回ってないですね、正直で、それは発生するのは間違いないですからね、はい、こういう会社があるよって言葉は必ず周りに影響を与えると思うんでね、ありがとうございます、うん、よし行こう、はい、日本を教育していくっていう理念が、なんか理念っていうか、まあなんか僕の中で目標なんですけど、だからそういうのがちゃんとあって全員がワクワクしてたら辞めないんじゃないかなっていうのが、うんうん、それで、そうですね、なんかアルバムからまた次たまた0から1スタートじゃないですか、うん、で全て その資金源があるわけでもなし、うん、何かを変えるっていうことは自分一人では無理やから、この現状でこの安い感じになってんのって不満に思わないのって、うんうん、だから美容師って海外行ったらうまいってやっぱ日本人って言われたりすることがやっぱ多かったりするじゃないですか、でもその中で日本でこんだけ価値下げてんのってやっぱ給料ちゃんと渡してないからやし、お金に不満がある人らやし、努力してたもんがやっぱどっかに搾取されてるっていう現状があったりするので、だからそれをまあなんかその牧野さんと一緒にやっていきたいなっていうのは、だからその牧野さんはなんか社長はこうね、そんな大それたあれはないけどって言うんですけど、僕からしたらやっぱすごい魅力的な方なんで、なんか変えれるなっていうのはすげえ感じちゃう。でも間違いなく今業界のトップリーダーなんでね、リーディングカンパニーなんで、やっぱりその声っていうのは必ず業界に広く広まるもんですよね。僕からするとなんか溺れないように一生懸命もがいてるだけなんですけどね、はい、でもそれ視聴者の方聞くとすごい親近感が分かる。あ、そうですか。そうなんですね。そんなね大それた業界をどうのこうのというよりも、本当に自分の会社をどうするか、はい、お客様にどうやったら喜んでもらえるかっていう、もう本当そこしか考えてないって感じですかね、はい、本当にね、それが本当に業界のためになるっていうところで、ね、はい、もうバッテリーこういうことしたかったんですそうなんです、サロンの垣根を越えて、うんうん、あ、嬉しい黒木さんが最近落ち込んだことって何ですか、人材教育面で、先ほどおっしゃってすごい気になったんで、はいはいはい、最近何落ち込んだかな、最近俺何落ち込んだ、そこも聞くんですよ、まあ、それでこのコロナもそうでしたし、まあ、それでお客様が激減して、で美容界もちょっと疲れちゃってっていうのももちろん、うん、自分たちも渦中におりましたし、うんうん、でスタッフ全員集めて、うん、これあと4ヶ月続いたらうち倒産する、ごめん、もし潰れたらごめんなって話して、そんなことあったんですか、はい、もうだから2年前の4月とかですよね、はい、まあ、本当に覚悟もしましたし、はい、まあ、でもやっぱり開き直りはしますよね、とはいえできることを考えてやって、こう自分たちができる、まあ、お客様にできること、不安なお客様多いですから、不安なお客様のためにできることなんやろうか、で不安な美容師さんのためにじゃあ何ができるんやろうか、じゃあ一つ一つちょっとやってみて、あ、これはいけることだな、コロナ禍でもこういう動きができるんだな、よし、じゃあこれを、美容師様に提案してみよう、そんなことがなんか多分オンラインサロンのところはスタートだったんですよ。お客様にやってることでうまくいったことをこれシェアしよう、何がいい、もちろんインスタグラムもやってる、全部出せたらちょっとぐらいお金もらわなあかんね、うん、じゃあ次3000ぐらいもらってやろうか、よしっていうのが始まりだったんです、はい、スタッフの才能を見つける方法は、でなんかそのさっき最初におっしゃってた、こうあれしたら伸びるよ、これしたら伸びるよっていうお話とか、うん、でなんかこう今うちはそれこそ10人規模とかなんで、なんかこう一人一人の力がすごい大事なんですけど、
まあ、なんか自分みたいな人間ってやっぱりあまりいないじゃないですか、ね、多分皆さん特殊なタイプやと思うんですけど、ってなるとこう同じような人間を育てるっていうのは難しいから、なんかこうやっぱり思うようにいかないなっていうことがすごく多くて、だから一部の頑張ってくれる子たちしか拾い上げれないっていうのがすごく悩みなんですよね、うん、僕はあのやっぱバックオフィス的に言うとですね、才能って何ですか、まず分類しましょう、何項目ありますかっていうのは、あの我々がそれをやっていて、美容師の、才能っていうのを大体20項目ぐらいにしてるんですね。それで数値化してます。なのでそれがレーターチャートで表現されているので、明確にデジタル的にここがあなたの弱点ですよっていうのはスタッフに示してるんですが、人間的なその温かみのところをやっと伊藤がですね、伊藤店長が、伊藤ディレクターがフォローしてくれてるような、うちはそんな体制でやってる感じですかね。どうぞでもなんか本当にそのイキナっていうアプリがあるんですけど、単価であったりとか、あの批判者とか、なんか悪口出したよとかっていうの全部すごい出るようになってて、だそのアプリがあのすごい分かりやすくて、やっぱ指名売り上げ上がってたらとか、再来率が良かったらとかっていうの全部ほんま出るんですよ。だその出るところで、例えば単価が弱いんやったら提案率が弱いよねであったりとか、あと逆になんか再来率高いのにまあ天板少ないってことは、この子推しが弱くて自分に自信ないのかなとか、だからなんかそのデータから見れることってやっぱ結構あったりとかすると思うんで、だから僕の中ではそのデータ見ながら、あの指名売り上げとかになるんですけど、指名売り上げ見たりとか、あと単価見たりとかしながら、前髪から切った方がいいよとか、お客さんとの距離感で、まあ、最近言ったことやったら、そのマミコって子がいてて、あのパツッとしたライン切るのすごい上手い子なんですけど、カット一番最後に持っていくんですよ。だからなかなか可愛いデザイン作るけど、あの指名が上がらないって1年ぐらい今いてるんですけど、じゃああの撮影とかも最近ちゃんとやりだしてて、でパツッとしたスタイルが可愛いから、じゃあ前髪とか横の髪から切ってみようっていう話にして、じゃあそこから切ったらやっぱお客さんとの距離がぐっと縮まったんですよね。だから本当そういうのを営業中に伝えたりとか、あとインスタとかはもう全部フォローアップしていただいてるんで、って感じですかね。はい、じゃあ僕がいただいた言葉、じゃじゃん、仲間を集めるって意味ですかね。その通りです、はい、チームを作って、はい、もっともっとアルバムを引っ張っていけるように、いや伊藤さんほどね、人を巻き込んで集めてくれる人はいないので、いや本当に今美容室経営って仲間集め経営で、いや本当にいい人が入ってくれたなって、本当何人も社員に変えてくれましたし、うん、大阪からたくさん人を呼んでくれました。それどうなんやろなって感じです。なんていうんですかね、伊藤さんがいると仲間が集まるんですよ。まあ、なので、僕みたいに先ほど言ったちょっとクールな、ドライな経営しちゃうところにすごく、スポットそこを埋めてくれてですね、もっと集めてください、はい、ありがとうございますって言われて、裏は俺に任せてください。はい、ありがとうございます。表を任せます。はい、かしこまりました。僕がもらった言葉は、大好きです。スタッフ一同。スタッフを集めて、本当に幸せなサロン作りというか、ここが正解なんだよって俺らがならないとなって思ってるスタッフがすごい多いので、はい、だからもうスタッフ一同の言葉を代弁させていただきました。ぜひ一緒によろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。でね、ちっちゃいわ、自分。誰よりもリスペクトしてます。私も裏切らないですよ。ありがとうございます。まあ、本当に、ね、そう言っていただいて恐縮なんですけども、ポーンとね、男できたらポーンと裏切る絶対裏切らないっていうのを自分の中でも決めてるんで、まあ、そう思ってくれてるやろなって思ってるけど、もしかしたら心のどこかでちょっとって思ってるかもしれへんなっていうのを、まあ、ちゃんと私は裏切らないと思ってますよっていうのを伝えとかだなって思いました。ちょっとこの動画保証にもらっといていいですか裁判かけられたら終わりですね。ありがとうございます、はい、じゃじゃん、いっぱい書いてる。お前のおかげで今がある、感謝、世界を美しく変える、クロキ自分の言葉が書いてありますよね私も一緒に世界を美しく変えようと思ってます。
まあ、僕も本当に自分がすごくしんどい時期がありまして、スタッフがまあみんな見て自分一人になったっていう時も経験して、あ、間もなく倒産するんだなっていう時期を味わった上で、まあ、彼女が入ってきてから の本当に今があるなと。やっぱりいつも僕が言うことを一つ全部ちゃんと聞いて考えてくれて、まあ、信じてくれるっていうんでしょうか、うん、なんでなんか僕は走らせていただけてるなと思っております。皆さんがいて、もちろん君を含めて、おかげさまで好き勝手やらせていただいてます。はい、人々のために頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。